食という字に行きますね。まず、口辺はかなり小さめ。縦横同じ長さぐらいの四角に近い口ですね。そしたら、辺よりも上から少し内側に入って閉じます。ここの間隔もあまり広くはしません。45度ぐらいでいいと思います。これも45度ぐらいかな。で、横に横長の口を描くイメージですね。そしたら、縦を上よりも広く持ってきます。ここよりも出てもいいです。で、左よりもちょっと長めにして抜きますね。中心を守って、ここはあまり下まで下げないです。で、少し右上がりにして閉じます。